こんにちは。経済産業省の官庁経済室長の梶川です。えっと本日はこういった形であのまあビデオでですねご説明する機会をいただきありがとうございます。GX リーグの基本構想というものを2月の1日にですね発表いたしました。でこれあの今までですね各いろんな企業の方とですね対話しながら今賛同もですねまあ増えているという状況でございますけれどもあのまあいろんな議論する中でですね。 GX リーグって、まあ、一体なぜ始めたのということとですね、まあ、どういうことをやるのというところについて少し今までの説明の中ではですね必ずしもあの明確になっていない部分もあるかなと思いますので今日はちょっとお時間いただきましてあの具体的になんで始めるのかということとあとはまあ何を目指すのかということあと具体的にどういうことをやるのかというこの3点についてあの簡単にご説明をしたいと思いますよろししくお願いいたします。 えっとまず最初にですね GX リーグについてあのよくまあ受ける質問としてはですねまあどういうもんなんだということをひ一言であの言ってくれというまあお話ありますけどもあの一言ではなかなか言いにくいところもあるんですが私としてはですね思ってますのはこれあの まあ気候変動というですねあの世界的な課題に対して日本の企業があのまさにこのまあ気候変動に対してリーダーシップを持ってどういうふうにそれに取り,あの取り組んでいくのかとそこがすごく大事だなと思ってましてこのリーダーシップをですねいかに引き出していくかということをこの GX リーグの中であの一緒にやっていきたいというのがですね一番あの思っているところであります。 次にですね。あのまず最初にこの jx リーグまあ、なぜ始めるのかっていうまあ趣旨のところですね。まあ、ここについて簡単にお話をしたいと思います。えっと我々としては大きく3つのことをですね。えっと問題意識と思ってます。まず、最初はですけどもね。あの最初はですね。あのまず企業そのもののですね。環境投資の努力というものがまあしっかり正当に評価されているのかということはですね。あの強く思っているところでございます。 えっと、例えばまあ日本の企業のです、ね、気候変動の取り組みというのは実はさまざまないろんないい取り組みがあるというふうに思っています。えっとまあ、低炭素の技術ですね省エネの技術もそうですしあとはエネルギー転換を含めたそういう技術は強いということとあとは2050年のカーボンニュートラルということを考えるとですね あのネガティブエミッション技術というのがありますけれどもこういった部分もですねとても強いというのがあってですね世界のまあ気候変動のえと対策に関してですね日本の企業が貢献できるる可能性はすごくあるという,ふうに思ってますまたあの気候変動の開示という TCFD の, TC のですねえと枠組みがありますけれどもこれもあの世界で一番のですね賛同数を誇ってですねあのまあ技術もあるしまあそれに対しての情報開示も進んでいるという意味で,ですねかなり大きい アドバンテージがあるというふうふに考えております、まあ、一方でちょっとです、ね、これはまあ,ある意味ネガティブな部分もあるんですけどもなかなか日本の企業が自分で自分自身のことをアピールしない、まあ、もしくはです、ね、日本の,そのまあ地理的な、まあ、もしくはエネルギーあの事情を考えたときにです、ね、必ずしも常にすぐにです、ね、再エネに行けるかとかです、ね、脱炭素に行けるかというとそうでもないということがあってです、ね、ここについてやはりネガティブなイメージが一定程度固定化してしまっているというのはあるんじゃないかなと思ってます。 その中で、まあ、日本の企業のです、ね、環境投資を、まあ、いかに正当に評価していくかということをです、ね、しっかりまあ捉えていきたいというふうに思っているのがです、ね、まず2番目はあのこの気候変動の波というのはやはり欧州から来ているというふうに思っています。 欧州が基準を作った上で、まあ、それに対してどう対応するかということでこれ本当に日本の企業の勝ち筋がですね欧州基準に乗るだけであるのかというのが、ね、本質的な課題かなと思っています。これあともう一つあの考えてますのはいわゆる今までは政府がルールを決めるという、まあ、ルールメイキングがあったんですけども実際よく見てみるとですね、えー、と民間企業,企業の連合体でですね欧州でルールメイキングをするであるとか あとは NGO とかですね、こういった、まあ、いわゆる政府じゃないプレイヤーがルールメテキングをしていくというのが、まあ、実際起こっていますで。そこに政府が入れるかというと、必ずしもそうではないというのがあります。まあ、そう考えますと、そのいわゆるまあデファクトがです、ね、決められた上で、それを国内制度にもう落とし込んでいくという、まあ、デジュールですね。これが あのまあ、より進んでいくなと思ってましてこの気候変動の分野はですねあの今申し上げたようにやはり民でいろんなルールメイキングを作りつつあのやり考えつつですね官も一緒になって考えるっていう、まあ、官民のまあ連携で,です、ね、ルール形成をしていくというのがですね極めて重要だなと思っております。次に3つ目ですね あの最初にあの日本の企業のです、ね、貢献可能性について申し上げましたけどもやはり日本の企業が、まあ、これだけポテンシャルを持ってるのにです、ね、本当に日本からしっかりとした提案が 市場を作っていくような提案ができているのかというのはですね、あの、強く問題意識として持っております。まあ、日本の場合、あの、まあ、いい意味でも、あの、政府が、まあ、ルールの策定にですね、えっ、ー、と、まあ、専念すると。で、そのルールができたら、まあ、民間企業がプレイヤーとして動くというのがですね、まあ、基本的な考え方かなと思います。一方で、先ほどの環境と、あの、環境分野ですね、あの、必ずしもルールを全部決めてもらってから競争が始まるというよりですね。 あのルールのメイキングの段階からどういうふうに企業に入ってもらってです、ね、それで一緒に作っていくかっていうのがやっぱりできないとですね単なる受け身でいくとなかなかそれは市場を取っていくのは難しいかなと思ってます。 えっと日本の企業はですね例えば省エネ製品もそうですしいろんな形でその削減に貢献できるようなものを強く持ってるんですけども、まあ、その価値がですねルールメイキングによってうまく拾われないということがあるかなと思ってましてこのまあグ,リーントスグリーントランスフォーメーション GX の市場を作っていくるためにはやはり企業がまあ我々と一緒になってですねリーダーシップを持って、まあ、あの参画していくということがですねとても重要だなと思っております。 えっと次にですね2番目にあのこの GX リーグで,ですねまあ何を目指していくのかということについてですねお話をしたいと思います。ますまずあの最初ですけどもあのまあ企業がですねまあ世界の気候変動に対してですねまあどういうふうに貢献できるのかというですねリーダーシップをまあしっかりとまあ表していくというのが大事かなと思ってます。 あの先ほど申し,上げたあの申し上げましたように、まあ、これまではやっぱり欧州中心のですねニシャチブがあったと、まあ、これがです、ね、世界に普及していくということだと思いますこここれはこれはで大変立派なととだと思っております一方で、まあ、これからです、ね、やっぱり議論しなくちゃいけないなと思うのはです、ね、日本の場合はあの、まあ、産業界にとってみるとこの脱炭素カーボンニュートラルはまあ大変大きな課題ということになっていると思うんですけども実際これが本当に生活者まで含めた時にです、ね、どれぐらいまあ落とし込めているのか。 2050年のカーボンニュートラルってまあその個人にとってみるとですねどういう世界観かっていうのは必ずしもまだわからないなと思うのであの企業の立場ではあるんですけどもやはり一回生活者視点に戻った上でですねカーボンニュートラルってどういう世界像なんだろうという未来像を踏まえてじゃあそれに対して貢献できる企業 GX 実践企業っていうのはどういうあり方があるのかというまあそういうリーダーシップをですね一緒になって議論できるといいなと思ってますこれがまず1番目です。 で2番目ですね。2番目はこれあのサステナビリティとも、まあ、儲かることがです、ね、両立できるのかという、まあ、問いがあるかなと思ってます。で私というか我々としてはですねこれあのカーボンニュートラルは成長戦力だという位置づけをしております。まあ、よってですねこういう GX とです、ね、イノベーションというものをしっかりと両立してでいち早く。 ま移行していくという方がですね、まあ、しっかり生活しに現れて、でかつこれ適切に儲けるという構造をどう作っていくかっていうのがですね、大事なことだと思ってます。これやはり我慢ではあのサステナブルじゃないというふうに思いますので、ビジネスとしてどういうふうに成り立たせていくかというこれをですね、やっていくやっていくしかないと思ってます。でまあこれまではですね、まあ、例えば あの頑張って企業は投資してですねまあ炭素の削減価値というものをまああの表示するということについて必ずしも明確にルールがあるわけではないと思います。またそういったあのグリーンな製品がですねしっかりとまあ価格プレーンを含めてですね取れるという市場があるかというとまだそこまでできてないということだと思います。 なんでこの GX リーグで一緒に議論したいなと思ってますのは、まあ、新しいです、ね、市場を作っていくための、まあ、ルールメイキングというものをです、ね、考えたいと、まあ、具体的には例えば CO2 フリーだというです、ねまあ、商品についてどういうふうに表示していけばいいのかとかですねあとはグリーンであるものについてちょっと価格高いかもしれないけどそれを買っていこうじゃないかという、まあ、民間企業の連合であるとかですねこういったこともまあ議論しながらですね、えっと、作っていけるといいなと思っております。 次にえっと3つ目ですねあの企業の,の GX の投資先ほど申したように今の段階でいくとやはりこれがリターンとしてどれぐらい得られるのかというのは あのかなり皆さん不安だと思ってますでこの GX の投資がしっかりとリターンとして戻ってくると、まあ、それをです、ねえっとまあ、しっかりとあの仕掛けを作っていくためにはです、ね、やはり金融市場であるとか労働市場あとは市民社会から、ね、GX 投資してる企業は応援したいよねという、まあ、そういう仕掛けを作らないとです、ね、なかなか回らないというふうに思ってます。 あのこれまではですねあのいろんな企業の評価も ESG レーティングもまあ比較的どれぐらい削減目標が野心的なのかとかですねあとは排出量がまあ多いと 本当にこれから大丈夫かとかですね、まあ、そういうあの価値軸でまあ,あの評価をされることがあったのではないかと思ってます。で、それはそれで一つあのなでしょう大きな価値軸としてはあるとは思うんですけども、まあ,あの我々ですね、やはりこの GX に対してしっかりと投資をしていくということがですね、やはり大事だなと思っている。あとはあの脱炭素のえー、っとまあ、将来像に向けてですね、企業はどういうふうにその移行の戦略を練っていくかというその戦略が大事だということですね。 あとはまあ商品そのものが GX をする中でですねどれぐらい CO2 の削減ができるのかとかですねあとはまあ言うだけ番長ではよくなくてですね言うことも大事なんだけど実際に投資をどれぐらいしているのかというそういう実行もですね見ていくとまあこういうものをしっかり評価していくような仕掛けもですね議論していくといいなと思ってましてこのあたりはですね GX リーグの中であの企業の皆さんと一緒になってですね考えていくことかなと思っております。 三、えっと、番目ですね、えっと、GX リーグでじゃあ具体的に何をするかというあのことについてですね、お話をしたいと思います。これもあの大きく三つですね、書いております。まず一番目ですけども、あの先ほどの、えっとまあ、何を目指すのかというところでですね、お話をしましたけども、やはり未来社会のまあ対話のをですね、しっかりしていきたいというのがですね、あります。これ、あの二千五十年のカーボン・ニュートラル、これ、あの。 サプライサイドからしてみると、まあ、やらざるをやらなくちゃいけない課題またあの例えばですねエネルギーでいけば脱炭素の電源にいかにしていくのかとかですねあとはエネルギー転換しなくちゃいけないよねとかですねあと産業サイドからすると、まあ、脱炭素の技術省エネの技術をですねとにかく導入していって電化していこうとかですね、まあ、こういうあの技術的なそのパスウェイっていうのはあの見えるというふうに思うんですけどもじゃあそれが一体まあ その市民社会というかです、ね、消費者からしてみるとどういう、まあ、あの世界観になるのかとかです、ね、こういったまあ未来像をしっかりまあ定めた上で、まあ、そこにどう貢献していくのかという、まあ、そういう議論をしないとです、ね、なかなかこのでしょうカーボンニュートラルがです、ねまあ、環境と経済両方とも両立するような形にならないのかなと思ってまして、まあ、こういった未来対話のです、ね、場をです、ね、提供していくと一緒に考えていくというのがです、ね、まず一番目にやっていくことかなと思っております。 で2番目が、えっと、市場ルールの形成の場ということで、まあ、先ほど申し上げたようにですね、カーボンニュートラルという世界観になった時にです、ねまあ、どういう製品サービスが必要になってくるかこれはまさに未来像の議論からもですね、導き出していくことができるのかなと思いますけどもじゃあその時にあのカーボンニュートラルにとってですお、ね、実現するために必要になるサービスはどういう例えば、まあ、表示のルールが必要なのかとかですね、まあ、こういった あの具体的なルールメイキングがですねやはり大事だなと思ってますのでこういったものをまあ日本で考えつつですね国際的にもあのでしょう発信できるようなものをですね一緒に作っていくというのがです,ねすごく大事だなと思ってます。ここれもえと2番目にやりたいとと思っていることですで3つ目ですねが排出量取引ということでございましてこれはあのカーボンニュートラルっていうことはですねどういうことかというとその排出量があるとでそれに対して CO2 を徐々吸収すると。 これが相殺されて、ネットゼロになるという世界観がですね。具体的にあります。その時にあのまあ排出する車とですね、実際に徐々に吸収する車というのはですね。それぞれ主体が違うと。その場合、何らかの形でクレジットの取引がですね。発生していくっていうのがですね。二〇五十年の世界観だと思っています。 でこの世界観を踏まえたときにこの GX リーグではです、ねえーっとまあ、ある意味準備というかです、ね、あのこういった世界が来る中で、まあ、思考的にです、ね、配送取引をやっていこうじゃないかというのがです、ね、今回の3つ目のやりたいことということで、まあ、ここについては、まあ、目標設定をどうするのかとかです、ねまあ、実際、測り方をどうするのかとか、まあ、スコープ1、2、3含めてどうするんだといういろんな詰めるべき論点があると思うんですけれどもここもです、ね、あの何もやらないということではなくてです、ね、企業のまあリーダーシップを 発揮しながらですね。一緒に考えていくというのが大事かなと思いますので、こういったま3つをですね。gx リーグの中でまコアとしてやっていきたいと思っています。で、もう一つあの政策側のですね。えー、っとチャレンジとしましては、あのまあこの指止まれ方式で今回ですね。えー、っと今賛同を募っているということでございます。で、その中で。 あの必ずしもあの明確なゴールがですね今あるかというとこれ2050年もまああのいろんな意味で不透明性が高い中で,ですねまあいろんな形でこう試行錯誤をピボッティングしながらですねやっていくというのがまあ実際かなと思います。これはビジネスの現場でもですねそういうことをやっていると思いますし政策の現場でもですね同じようなチャレンジをしているというのがですね実態です。なのでまあ我々としては あのリーダーシップを発揮して、まあ、少しこれまでにない取り組みをです、ねまあ、主導するような、まあ、企業の方とです、ねあ,のまあ、ある意味対話型で政策を作っていくというのがです、ね、一つのチャレンジかなと思ってましてこれはあの賛同いただいてあの、まあ、具体的にどういう見通しなのかとかです、ね、どこにゴールがあるのかとか明確に提示せよというふうにです、ね、思われる方もいるかもしれませんけどもここはまあ一緒になって考えていくというのがです、ね、あの正直なところかなと思うので。あのまあ こういった詰まってない部分もあるんですけどもあのこういう考え方にですねご賛同いただいてでそれで一緒に考えていくということをですねしていただける方,あの方、まあ、企業ですねに賛同いただくというのがですね、我々として思っていることではあります。なので、でで、まあ、今日は、えーっとまあ、3月すすけけどども、も、まだ初旬ですけども あの3月の31日までですね初期の賛同ということで手を挙げいただくということを考えてますので是非前向きにですねご検討いただいてあのこの気候変動ですねあの環境と経済しっかり両立するという社会あの世界観をですね作っていけるといいかなと思いますんで是非ご検討いただいてあの4月以降お会いできるのがあのできるといいなと思っておりますぜひよろししくお願いいたします。